クレヨンしんちゃん伝説を呼ぶ踊れ、アミーゴは2006年4月15日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ14作目。上映時間は96分。興行収入は約14億円。キャッチコピーは踊る、おバカに見る、おバカ、世界三バカ計画進行中。本物の人間が こんにゃくローン技術で作られたクローン人間に襲われて姿を消したり、クローン人間が所々でダンサーや怪物に変身するなど、従来のクレヨンしんちゃんの映画にはないホラーで、ショッキングでサスペンスな描写が続くが、終盤はギャグで締められる。本作の舞台は、しんのすけたちが住んでいるカスカベのみで、広範囲にわたって展開されている例年の、 劇場版作品と比較すると規模が小さい。しかし、ジャッキーが最初に事件が起こったのはアメリカ・カリフォルニア州のサンタモナカ。次はメキシコ、カナダ、カスカベシティは6番上の街と発言しているので、事件の中核となる世界三馬化計画は世界的なものである。サンタモナカで起きた最初の事件はニュースで中継され、物語の序盤で、 野原一家がそのニュースを見るシーンがある。この時、中継映像のニュースキャスターの後ろに、ジャッキーが、ちらりと映っている。本作の脚本は記念すべき、第一作、アクション仮面 VS ハイグレマを依頼となる、元平良が手掛けた。元平はこれをお気味上げに、アニメ業界を去り、僧侶となった。作中に、ツンデレという言葉が出てくるなど、 劇場版ならではの監督の趣味要素が見られる。監督自身が溺愛しているという風間通りの出番も特に多く描写されている。本作では、新之助たちがいつも着用している私服姿の描写が少なく、幼稚園のスモックで行動するのが非常に多く描写されている。また、本作の特徴の一つとして、他の劇場版ではほとんど出番のない。 地上波アニメ版の脇役を務めるキャラの活躍が多めに描かれるという異例の展開が見られる。劇中に登場する組織 SRI は1968年に制作された特撮ドラマ会期大作戦をはじめいくつかのつぶらや作品に登場する架空の組織のパロディ。ただしこちらは科学捜査研究所の略称。ジャクリーン・フィーニーの名は本作が ジャック・フィニーの小説、盗まれた街にヒントを得ていることを示している。本作では松坂、梅先生の自分を犠牲にし、園児を守るという勇敢なシーンが描かれた。前述通り、脇を固めるキャラの活躍頻度が高めな本作であるが、松坂が劇場版でこういった活躍を見せるのは、初めてのことである。も、エピート・ハズキが劇場版に初登場している。 本作以降の鳩ヶ谷みっちー役は、第11作、嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードまで担当した草地明恵に代わり、2004年6月から同役を引き継いだ大本真紀子が担当する。第5作目、暗黒たまたま大追跡以来となる出演者によるタイトルコールが復活した。本作は劇場版。 クレヨンしんちゃんシリーズとしては、最後の VHS ビデオ版発売作品となった。吉永緑、松坂、梅、上尾雅美の3人は、居酒屋で話をしていた。松坂は幼稚園のお遊戯会の出し物として、サンバを踊ろうと提案するが、他の2人は難色を示す。やがて3人は解散して、それぞれの家路に着いたが、人気のない夜道を一人歩いていた吉永は途中で、 何者かにつけられていると感じ走り出す。そして、踏切を渡ったところで、自分そっくりの人間に捕まってしまう。ある朝、新之助はいつものように幼稚園のお迎えバスを待たせていた。すると、バスからやけに乗りの良い吉永が。新之助は不思議に思いながらもバスに乗り、幼稚園に向かう。幼稚園の休み時間、正サは愛の様子がおかしいと語る。 確かにそうとめ合いはいつもは無関心なはずのマサオに対しやけに優しかった。マサオが本物そっくりだけど本物じゃないと力説すると坊ちゃんはそっくりな偽物が出没し本物の人間はいつの間にか姿を消してしまうというカスカベ都市伝説を語り一同を怖がらせた。数日後、野原一家は大型スーパーマーケットに出かける。 迷子になった新之助は、ミサエとヒマワリが二組いるという奇妙な光景を目撃する。新之助は、偽物のミサエにお菓子をたくさん買ってあげると言われ、捕まりそうになるが、ツンデレと書かれたジャージを着た女性に助けられる。新之助が、本物のヒロシとミサエの元に戻ると、二人も、もう一人の自分に見られているような気がすると思い始めていた。 そしてその木の性はついに現実のものとなる。幼稚園で前々から様子のおかしかった吉永と園長先生がお遊戯会の出し物でサンバを踊ろうと言い出し曲が流れた途端に踊り出した。どうやらこれは偽物の修正らしく愛や黒磯、他の園児たちも踊っている。自分たち以外の先生や園児が全員偽物になり変わられていたことを知った松坂、あげを カスカベ防衛隊は危機を察知し、幼稚園から逃げ出そうとするが、アゲオは、偽物の黒磯の誘惑に負けて捕まってしまい、松坂は、新之助たちを逃がすためにおとりになり捕まってしまう。その頃、ヒロシも会社で同僚の川口が偽物に、成り代わられていることに気づいていた。帰宅時、ヒロシは、偽物の川口と謎の人物たちに捕らえられそうになり、必死の思いで逃げ出したが、 家に着くと、もう一人の広ロが新之助と入浴していた。二人の広ロは、どちらが本物か証明するために戦いを繰り広げ、最終的に股間の痛さの感じ方で決着がつき、正体を見破られた偽物の広ロは逃げ出した。一安心する広ロだったが、突然白が新之助を睨みつけ、目の前で、ちんちんかいをしてみせる。だが、新之助は、それが何か知らなかった。 なんと偽物のヒロシと入浴していた、新之助も偽物だったのだ。偽物の新之助は正体を見破られるとそのまま逃げ出した。その頃、本物の新之助とスカ壁防衛隊のメンバーは公園に集まっていたが、松坂とアゲオが自分たちの眼前で捕まったのを目撃したにも、かかわらず現状を断固として信じない風間は帰宅。他の隊員も、 親たちの様子がおかしければ、もう一度公園に集まることを約束して解散する。そして、風間は自宅で偽物の風間とママに捕まってしまう。野原家は偽物の川口に再び見つかり、家に籠城しようとするも、偽物の広氏と偽物の川口に阻止されてしまう。敵に囲まれて絶体絶命になったその時、一台の車が、 野原宅に突っ込んでくる。車には本物の新之助と以前彼を助けたジャージの女性が乗っていた。女性は SRI という組織の特捜員で名前をジャクリーン・フィーニー、通称ジャッキーという。新之助たちは車に乗り込み、公園で偽物の風間と謎の人物たちに捕まりそうになっていたネネ、マサオ、ボーちゃんを毎一発で助け出した。 しかしその後、ジャッキーの分析で、野原一家とネネマサお坊ちゃんを除くカスカベの住人は、すでに全員偽物になり変わられていたことが判明する。さらに、偽物たちは、腰たんと、新之助やジャッキーが乗った SRI の車を狙っていた。そこで、一同はカスカベを脱出して、隣町に逃げ込もうと考えカスカベ。 山の山道を通って脱出を図るが、その途中で、ヨシリニやミッチーたちの偽物に襲われ、ついに捕まってしまう。近くの小屋に連行された、新之助たちは、その中が、こんにゃく工場であり、ここで生産されているこんにゃくこそが、偽物の正体だったことを知る。偽物の正体は、バイオテクノロジーのケニー、アミーゴ・スズキが作り出した。 こんにゃくローンという技術によって生み出されたこんにゃくを素材とするクローン人間でこの工場で大量の偽物が生産され行方不明になっていた本物の人々はアミーゴスズキが放ったこんにゃくローンたちに捕まっていたのだったアミーゴスズキと対峙し危機一発となった真之助一行だったがそこへジャッキーたち SRI が白の助けを借りて突入ジャッキーをのに アミーゴ鈴木から逃げ出した一行は、地下室で強制的にサンバを踊らされていたカスカベ市民たちを発見、これを救い出す。一方ジャッキーは、アミーゴ鈴木とのダンス対決に苦戦していた。が、その場に駆けつけた、新之助のお尻サンバによって自分だけのサンバを踊るよう勇気づけられたジャッキーは、再びペースを取り戻す。また、 新之助たちが、カスカベ温度を踊り始めたことから形勢が逆転。アミーゴ鈴木は春、ガベ市民たちの温度の前に押されてしまう。みんなと踊ることへの楽しさに目覚めかけた、アミーゴ鈴木だったが、部下のチコが独断で、ジャッキーを狙撃してしまう。応戦する形で、SRI の隊員が放った弾丸によって、アミーゴ鈴木のサンバステージは崩壊する。ステージの残骸に歩み寄るジャッキーらの前に、 立ち上がったのは、ジャッキーそっくりの顔を持つアミーゴ鈴木だったが、直後彼女の体はこんにゃくに覆われる。こんにゃくが流れ落ちた後に現れたのは果たして、ジャッキーの父で、本来の姿のアミーゴ鈴木であった。アミーゴ鈴木とジャッキーは、和解を成し遂げ、父子と、新之助たちはサンバを踊るのだった。ありがとうございます。